つぶつぶ粘土を取り除いて。今日は何して遊ぼっか。ドッグランでみんなで駆け回るのはどう？いやよ、今日外暑いもの。じゃあ屋内で遊べる遊びにしようか。何がいいか。体を動かす系だったらかくれんぼとか、あとはお絵かきとかもいいかもね。ヘイレイディーたち、何で遊ぶかお困りかい？わあ、びっくりした。あなた誰？オイラの名前は一平。冒険大好き一平さ、よろしくね。わあ、なんか変な人が来たわ。お、ほんとだ、ちょっと変わってるかも。冒険大好き一平はどんな大きな冒険をするのかな。世界を股にかけた冒険をするのかな。あまり詳しいことは聞かない方がいい気がするわ。大丈夫さ、一平は世界の法律を守った楽しい遊びをするよ。もちろんコンプライアンスにも配慮。コンプライアンスを配慮し、コンプライアンスを遵守する、それが一平さ。ますます怪しいわね。ところでみんな、何かお困りごとじゃなかったのかい？困っているっていうほどではないけれど、何で遊ぼうかみんなで話してたの。そうそう、みんなで楽しくできる遊びがいいねって話してたんだ。おう、美しい素敵な友情だ。その友情ずっと大切にしてね。ところでみんなで遊ぶ予定が決まってないなら、俺とデートしない？え、デート？みんなで遊ぶって話なのに、こういう話聞かないタイプにははっきり言ってやらないとダメね。あなたとはデートしないわ。私たちは遊ぶので、あなたちょっとどっか行ってちょうだい。おお、辛辣な可愛い猫ちゃん、そんな君も素敵だよ。やめて、気安く触らないでちょうだい。でも君たちは僕とデートをしなければならない。なぜならば、いっぺーショータイム。あら、私たちこんなところに飛ばされてしまった。いや、君たちをこの一平の力で時空を歪ませたこの空間へとお連れしたよ。時空を歪ませた空間？あの人何者なの？そして僕とデートしたくないっていう恥ずかしがり屋の君たちにはこうしてやろう。それ！うわ、何これ？ベタベタする。うわ、動けなくなっちゃった。最悪ね。愛のトレジャーハンター、一平様の手にかかれば君たちもこの通りさ。この通りってどの通りよ。おや、子猫ちゃん、まだそんな口が聞けるんだね。気安く触らないでちょうだい。おっと、僕とデートに行きたがらないテレ屋さんな君たちをつぶつぶ粘土に閉じ込めちゃって。そしてそして、僕とデートをするって言えば助け出してあげよって思ったのさ。この優秀な頭脳でね。どうだいベビーたち、惚れちゃったかい？確実にヤバい人だってことは分かった。どうしよう、ここから出られない。あんなイカれた人とデートなんて絶対したくないわ。ねえ一平、私たちをここから出しなよ。なんなん、デートをしなきゃダメさ。デートしたくなったかな？なりっこないでしょ。あー、もうあの話し方から何から何までイライラしてきた。しかも何あれ、服どうなってんの？ふう、残念だ。デートしてくれないなら一生そのままそこで閉じ込められてるがいい。デートしたくなったら電話してね。じゃあ、あ、LINE でもいいよ。じゃあね。電話番号も連絡先もわからないんだけど。それどころか身動きが取れなくて電話を持つことすらできない。走り回りたいのに走り回れないよ。私たちの力だけではここから脱出することは難しそうね。あ、そうだ、動画を見てるそこのあなた、私たちを助け出したいと思ったらグッドボタンを押してくれないかな。グッドが押されればきっと奇跡が起こるはずだね。みんなお願い、グッドを押して。そうそう、そのボタン高評価ボタンだよ。押してくれると嬉しいな。あ、みんな押してくれてる。とっても優しいのね。ありがとう。みんな大好き。ありがとね。きっと奇跡が起こるはずだよ。ちょっと待ってみよう。奇跡よ、起これ。あれ、この辺りで助けを求めてるような気配を感じたけど、気のせいかな。炭治郎くんが来てくれた。炭治郎、後ろ、後ろだよ。後ろ？あれ、
みんなどうしちゃったの？超クレイジーな男にこんな目に遭わされたの。私たちつぶつぶ粘土に閉じ込められて身動きが取れないんだ。炭治郎、ここから私たちを助け出して。炭治郎くんお願い。もちろん、みんな残さずちゃんと救出するから待っててね。よし、まずはキュアフレンディから。キュアフレンディを救出していくよ。うわぁ、つぶつぶでなんかネバネバしてる。よいしょ。あ、意外とほろりとほどけた。あとはお洋服や足についている粘土を取り除いて。うん、これで綺麗さっぱりだね。キュアフレンディ救出大成功。炭治郎くん、ありがとう。助かったよ。どういたしまして。動画を見てるみんなもグッドボタンを押して私たちを助け出そうとしてくれて本当にありがとう。さ、残るみんなも助け出していこう。残りのみんなも救出していくよ。次はキュアリリアンを助け出そう。はぁ、キュアワンダフル大丈夫？もうちょっと待っててね。よし、キュアリリアンを救出していくよ。つぶつぶ粘土を取り除いて。わあ、やっぱなんかネバネバしてるな。よいしょ。お洋服にくっついちゃうね。よいしょ。足にくっついてるのも綺麗に取って、あとは、あ、ここの髪にくっついてるのでこれも綺麗に取って、よし、救出大成功だ。ああ、よかった。ずっとあのままつぶつぶ粘土の中に閉じ込められてるかと思った。よし、残りの二人も救出しようね。次はキュアニャミーを救出していこう。キュアニャミーも、うわぁ、ベッタベタのネバネバだね。よいしょ。よいしょ。あ、意外と綺麗に撮れたかも。あ、うん、綺麗さっぱり。つるっと撮れたよ。よかったね。ああ、みんな本当にありがとう。グッドを押してくれたおかげよ。みんなのおかげで助かったわ。あの一平とかいうやつ最悪ね。さ、最後、キュアワンダフルも救出しましょう。残る一人、キュアワンダフルを救出していくよ。キュアワンダフルの閉じ込められてる粘土もすごいベタベタ。うわぁ、あ、でも、さっきと同じで、つるっと取れそう。おぉ、よかった。足にもお洋服にも、髪の毛にも残らず、綺麗さっぱり、つぶつぶ粘土から救出大成功。はあ、炭治郎とみんな、私を助け出してくれて本当にありがとうね。つぶつぶ粘土って、つぶつぶしてて遊ぶのは楽しいけど、閉じ込められるのは本当に嫌。みんなもつぶつぶ粘土で遊ぶときは、ベタベタしないように、お洋服や髪につかないように気をつけて遊ぼうね。みんなのことが大好きだよ。またみんなと会えると嬉しいな。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画